カラシラサギは、ペリカンモクサギかコサギ族に分類される鳥類。インドネシア、タイ、大韓民国、朝鮮民主主義人民共和国、中華人民共和国、台湾、日本、フィリピン、ブルネー、ベトナム、マレーシアかきに、朝鮮半島西岸や高架化広域で繁殖し、冬季になると、台湾や東南アジアに南下し越冬する。日本には越冬のため、 九州や南西諸島に稀に飛来する。全長60から68センチメートル。全身は白い羽毛で覆われる。光彩は黄色。光子の色彩は黒く、あとは黄緑色。夏和は,は後頭部の寒羽が10センチメートル以上伸びるほか、剣部、胸部の飾り輪がやや伸長する。またくちばしと目の間が薄青色で、くちばしの色彩はオレンジ色。 冬輪は,は、くちばしの色彩は黄色で、先端は黒褐色。河川や地層、湿地、水田などに生息する。植生は、動物食で、魚類、甲殻類などを食べる。翼を動かし獲物を追い立て、逃げ出した獲物を追いかけて捕食する。繁殖形態は卵生。断崖の草原や樹上に巣を作る。本種単独でコロニーを形成するほか、 詐欺家の多種の集団繁殖地に紛れ込むこともある。一さんから5個の卵を産む。羽毛が装飾品とされたこともある。開発による生息地の破壊、羽毛目的の乱獲などにより生息数は激減している。純絶滅器具ありがとうございます。